願いします。お願いします。今日どうしますか。僕にしたいんですけど。ポムですね。任せてください。綺麗に切ります。それでいきましょう。お願いします。お願いします。僕に任せておけば大丈夫です。ナビさん、カウンセリングで指名になるかどうか決まるの分かってる。オスオスやねえよ。オスカウンセリングを制する者が美容師を制するってことは知ってる。オスオスやねえよ。はい、こんにちは、ベタです。お願いします。お願いします。まあ、今日は新規のカウンセリングについて、まあ、特に話していきたいと思うんだけど、直吉、新規のお客様とカウンセリングしてて、なんか困ったこととかしっくりこないこととかある？まあ、困ってることはたくさんあって、一番はお客さんの言ってることが分かんないときたくさんあります。あるよね。まあ、多分今言ったこととかって、多分みんな経験したことあるのかなと思うんだけど、まずなんか基本的に新規の、まあ、特に新規のお客様、なんかお客様の全員なのかな、2つのものを抱えて美容師に来店します。聞き分けると2つのものっていうのは、1個は悩み、はい、まあ、なんか広がるとかパサつくダメージしてる、で、もう1個要望、まあ、例えば明るくしたいとか、なんか可愛くなりたいとか、そういうのを、ね、抱えてきてるんだけど、プラスの面とマイナスの面ってことですか。そうだね、そういうとそんな感じだね。で、お客様、これを叶えにどっちか、まあ、両方だったりとかどっちか叶えたり、まあ、そういう目的で、来てることが多いと思うんだけど、はい、そこの、ここをまずカウンセリングで聞き出すのが第一歩。最初に。そう。なるほど。ただ、この聞き出すのがすごい難しくて、っていうのは、お客様って美容師じゃなくてやっぱ素人なんだよね。だから悩みとか要望の場合によっては、やっぱ自分の思ってることをうまく伝えることができなかったり、もしくは言ってることが思ってることとちぐはぐになってたり、とかすることが多いんだよね。だから自分たち美容師が一番最初にしなきゃいけないことっていうのは、お客様の言ってることは聞くんだけど、その表面上の言葉を聞くんじゃなくて、お客様の心からの声、まあ、ちょっと気持ち悪い言い方になっちゃったんだけど、まあ、ただお客様の本質的な部分、なるほど、っていうのをしっかりと聞き出す、心の声ですね。美容師がお客様の心の声を聞き出してあげる、っていうのがすごい大事になってます。わかりました。まずはそこが第一歩。そこはわかんないと、でも確かに進められないですもんね。そうなんだよね。はい、じゃあ、その心の、まあ、声っていうところを引き出すっていう部分なんだけど、ちょっとその前に一つコミュニケーションの話をしたいと思うんだけど、はい、直吉、なんかそのなんだろう、結構悩み言えたりとか、はい、ちょっと要望的な部分言いたい、はい、言える相手ってどういう相手？信用してる人ですかね。おお、鋭いね。そうそう。多分信用してる人とか好きな人だったりとか、まあね、例えば彼氏だったりとか、彼女だったりとか、親だったりとか、そういう人って結構何でも喋れると思うんだけど、そういうなんか信頼関係ができてるとコミュニケーションで取りやすいよね。でもやっぱ新規のお客様からいきなりそこまでコミュニケーション取るのってちょっと難易度が高かったりとかするんだけど、ただそのコミュニケーションっていうのをちょっと噛み砕いてやっていくと、まずお客様にこっちは好きになってもらわなきゃいけないんだよね。お客様が自分を好きになってもらう、そしたら多分喋ってくれると思うんだけど、いろいろ、いきなり新規のお客様が自分を好きになってくれることなんかこのルックスでありえない。
で、やっぱ順番があって、相手に好きになってもらうためには、うん、まず自分からお客様を好きになる。まあそうですよね。心をお客様の中に開いてほしければ、こちらから心を開く。はい。人は鏡だって聞いたことあります。そう、なんかミラーリングとかそういうのも言ったりするんだけど、うん、まあそのままず自分がお客様好きになる。ただ僕たちも人だから、うん、いきなりお客様好きになれない。おお。じゃあどうすればいいんですか。そう、好きになるためにはこれ結構もう美容師とか関係ないんだけど、うん、コミュニケーションの一つの技として、はい、その人の長所をたくさん見つける。なるほど。いいところを見つける。どんな人でも絶対にいいところってあって、うん、そこをどんだけ見つけることができるか。アブターよく言ってますね、これを。そう、よく言ってます。いいやつだって。でも本当にすごい大事で、やっぱ人のいいところ見つけられる人って、うん、人にたくさん感謝もできるし、うん、自分の心も豊かになるし、うん、本当にすごい大事なことで、うん、でやっぱそのお客様が来店してからカウンセリングが始めるまでにもいいところっていっぱい見つけられる、はい、だからそうなってくると、まあ、まず、いいところ見つけるためにはお客様に関心を持つこと、人に関心を持つこと、うんうんうん、そして気づくこと、うんうん、やっぱ自分中心で自己中で生きてちゃいけない。なるほど。ちょっとカウンセリングずれちゃったもう人としてのって感じになってきますね。本当にやっぱ相手に関心を持って相手のためにいろいろ気づいて、うん、でやっぱそのいいところを見つけて好きになって好きになってもらう、うん、そこから信頼関係を築きたいんだけど、やっぱちょっとのその時間じゃなかなか難しい、好きになってもらうまでは、うんうん、で一個技があります。なるほど。これそれが褒める、そして共感する。すごい大事なワードが出てきた気がします。この2つは特に新規のお客様と一瞬で心の距離を縮めるために本当に大事なテクニックです。うんうんうん。例えばお客様、来た時に座って今日お願いしますって言った時に、やっぱりまずすかさずどこか褒める。うんうん。例えば今日ネイル綺麗ですねとか、髪の毛が綺麗だなと思ったら、あ、髪の毛綺麗ですね、いつも手入れしてるんですねとか、うん、まあ、そういう言葉を言ってあげたりとか、うん、あとは共感。例えばね、最初に出てくるカウンセリングのワードって結構大事だと思うんだけど、うん、今日どうしたいですか、ボブにしたいですって言われた時に、うん、まずは一回共感する、うんうん、あ、ボブいいですよね、流行ってますもんね、うん、ボブ可愛いですよね、ボブ似合いそうですよねって、うん、一回その共感の言葉を入れてあげる。なるほど。そうした時にお客様は、あ、この人私のことをすごい、そういう風に見てくれてるんだなとか、私のこと分かってくれてるな、うんうん、って思ってくれるんだよね。そした時にボブにしたい理由を聞き出せるかもしれない、うん、もしくはそこでお客様と心の距離が気づけてきた時に、ここからが大事なんだけど、じゃあなんで直吉さんは今日ボブにしたいんですか、っていうお客様の悩み要望のなぜ、うん、まあ、さっき言った本質だよね、はい、を聞き出せるんだよね。奥底にある。そうで、ボブにしたいっていう理由って、まあ、例えば髪の毛がこんなに長かったら、うん、まあ涼しくなって暑くなくなってきたから、もう結ばないからバッサリ切りたいなとか、うん、秋はストール巻きたいからバッサリ切りたいなとか、うん、今忙しくて乾かす時間がないから短くしたいのかな、うん、短くしてドライヤーの時間短縮したいのかなとか、うん、あと単純にそういう今何々芸能人の何々見て僕が可愛いなと思ってらっしゃるのかとか、うん、僕にしたいっていうのはただの要望であって、うん、その隠れた心の声、うんうん、っていうのはすごいたくさんある、うんうんうん、そこをたくさん拾い上げるのが特に新規のお客様のカウンセリングでは重要。なるほど。そのためにこういうコミュニケーションテクニックを使って、はい、お客様のそういう言葉を聞き出しやすい環境を整える。うーん。それがすごい
大事。なるほどですね。一つ質問していいですか。はい。褒める共感するってあるじゃないですか、はい、僕はっきりしてる人間なんで、はい、なんていうんですかね、表面的に褒めたりとかはできないんですけど、やっぱりこう心からいいなと思ったものだけを褒めればいいんですか。そうね、心から思ったことを褒めた方がいい。例えば、うん、ちょっと言い方悪いけど、体格いい人にスマートですねって言ったら喧嘩売ってると思うんだよね、うん、なので、やっぱり例えば体格いい人でも、うん、確かに体格ではもしかしたら、うん、コンプレックスに感じてる部分かもしれないけど、うん、なんか笑顔が素敵かもしれないし、うんうんうん、で髪の毛が綺麗かもしれないし、うん、美意識が高いかもしれないし、やっぱその人それぞれの長所絶対にあって、うんうん、そこはもう日頃から自分がどんだけアンテナを張って生きてるか。なるほど。じゃあそっちにアンテナを張っていて、本当にいいなって思うところを見つけると。そう、お世辞は絶対言っちゃダメ。ああ、なるほど。特に新規の方にはお世辞なく言っちゃダメ。ちょっと伝わっちゃいますよね、きっとね。そう、お客様の本当にいいなと思ったところを本当の本音で伝える。うん、とにかく褒めろってわけではないんですよね。そう、いいところを見つける、うん、見つけるっていうのが大事。うんうんうん。あともう一個ポイントがあって、なるべくなんだ、顔とかは褒めない。へー。例えば可愛い人に可愛いなんて言ったってね、うん、言われ慣れてるし。ああ、なるほどなるほど。特に新規のお客様の場合に自分たちが持たれた印象って誠実さだったりすると思うので、うん、やっぱ顔とかなんか元々は先天的なもの、生まれ持ったものじゃなくて、うん、その人が生きてきた中で磨いてきたもの、まあ、性格だったりとか、うんうんうん、意識だったりとか、うんうん、そういうところを褒めてあげた方がやっぱお客様は自分のことを分かってくれてるって思えるかな、うんうん。まあ、可愛いのを褒めるんだったら、例えばメイクを褒めるのはちょっといやらしいから、なんかメイク そのチークの色だったりとか、うん、アイシャドウの色がいいですねとか、うん、そういう褒め方がいいか。あ、なるほど。お客様が選んだりとかっていう、そう、お客様の、ね、センスだったりセンスとか、そういうことですもんね、うんうん、そういうところをやっていけるといいかと思います。わかりました。はい、いや、まあ、それでお客様の心の声をの聞き出し方だったりとか、まあ、聞き出す方法、聞き出す大事さっていうのを伝えてきたと思うんだけど、はい、ただそれを叶えるだけだとお客様の信用信頼って積み重ねることができない。まだ足りないんですね。そう、ただお客様に言われたことを言いなりになってやる美容師は絶対に売れない、うん、ああ、なるほどなるほど。もし行けたとしてもやっぱ100万ぐらいまで売ってるのかもしれない。うんうん。なんでかというと、お客様は悩みと要望を抱えてきてるんだけど、うん、美容師にもすごい大きく分けると2つのものを持ってて、はい、これがまず1個、技術力。はい。ここで言う技術力っていうのは、まあ、カット技術とかカラー知識だったりとか毛髪診断だったり薬剤知識だったり、まあ、自分が培ってきた経験だったりとか、うん、まあ、そういうのを全部ひっくるめて髪型を作る上での大事な要素全部を技術力っていう言葉に集約してます。はい。でもう一個、これ技術力と同じくらい大事なんだけど、営業力。うんうん。どっちかっていうとイメージとしては、この技術力っていうのはお客様には伝わらないの、なかなか。うんうんうん。まあ、なんだろう、家帰って乾かした時に乾かしただけですごい内巻きに入るとか、そういうふうに伝わることはあるとは思うんだけど、多分大体なかなか自分の100の技術力って100で伝えることって難しいの、うんうん、で伝わらないから、その自分の100の技術力を100とか120にしてお客様に伝える、うんうんうん、まあ、伝える力って言えばいいのかな、うんうん、お客様に伝える力、もしくはお客様のことを立場に立って、まあ、要望とか悩みも汲み取る力、うん、それが営業力、うん、技術力だけあっても多分お客様って伝わらないし、うん、営業力だけあったって実力伴ってなければ、ね、そうだね、うん、でカウンセリングで大事なのは、この美容師が持ってるものとお客様が持ってるもののここを提案するまでがカウンセリングです。はい。
はい、ちょっと今直吉がね、いきなり腹痛に襲われてちょっとピーしに行っちゃってちょぎれちゃったんですけどまあちょっと提案するまでっていうのがカウンセリングっていう話したと思うんだけど、はい、ここから150万人持っていくためのカウンセリングっていうのがあって、お、まあ、この前言ったら、そう、信用ポイント、自分が作った言葉は信用ポイント、うん、っていう言葉があったと思うんだけど、ここをたくさん見つけ出すっていう言葉をしたと思うんだよね、はい、で、何かっていうと、この提案して、まあ、そこの提案は何個か、1個じゃなくて1個、2個、3個提案して何か選んで体が決まったとした時に、はい、そのお客様の心の声を聞いたよね、うんうん、その信、それは信用ポイントになるの、全部その本質を聞く作業が、うんうん、がお客様から出てきた信用ポイント、なるほど、そしてこう提案してるってことはこっち側からそれを全部叶える手段を全部提案してるってことになるよね、はい、だそれも信用ポイントなのね、フォローし合うとポイントが生まれると、そう、だからカウンセリングでたくさんの信用ポイントを生み出す、おで、そこの信用ポイントをしっかりとお客様と利用者が共有をする、うんうんうん、でそこから続く施術の時にその一個一個の信用ポイントをより確実に伝えていく作業につなげるための、うん、はい、ここまでの提案は、まあ、ある程度できてきたらできてるんだけど、うん、プラスアルファでこの信用ポイント、はい、お客様との約束事だよね、うんうんうん、そこをたくさん言葉として共有すること、それが150万を超えるカウンセリングのコツです、うん、じゃあ最初のカウンセリングしてる信用ポイントを途中の施術中とかに深掘りしてって話してくるとか、そういう感じですか？まあ、そういうイメージです、ね、うんうんうん、で最後鏡出しの時にカウンセリング施術仕上げて点じゃなくて 線でつながってるから、はい、それを鏡出しした時に全部信用ポイントを叶えましたと、うん、それが信用ポイント、信用の積み重ねであって、はい、その作業を、まあ、少なからず新規から3回目ぐらいまでの間にやり続けること、うん、はい、まあ、その頻度はあるんだけどね、バランスっていうのは、うん、まあ、新規の方は特にずっと髪の毛の話をしなきゃいけないとか、まあ、そういう話があるんだけど、まあ、そこで信頼関係を築いていくと4回目以降も失脚しないで次は単価の段階に入ってくるかなって、うん、でまずはもう本当信用ポイントを積み重ねて積み重ねてっていう感じです、はい、で、まあ、こうやって言葉で説明しただけだとちょっとね、言ってる意味は分かるけど、うん、真似が実践ができないなと思うかもしれないんで、はい、次回はカウンセリングのデモンストレーションを披露します。うん、実践ですね。そうで、デモンストレーションを通じてポイントっていう部分をたくさんたくさん伝えていきたいなと思うんで、はい、まあ、見て、あ、これが売れるカウンセリングか、うん、これをじゃあ明日からは実践していこうっていう思えるような内容を配信していきたいと思うんで、わかりました、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。美容師道場。